セレッソ遠目からショット力ない、リバウンド比江島手をかけましたけれども原が走ります。原そのまま行くか、そのままアタック行った。いいフィニッシュですが、エドワーズ拾うサードチャンス、原はビッグローのカットインを待ちました。サードチャンスで取りました。昨日もそういうシーンありましたよね。ハイキン賞イカルが原です。お、最初のスリーどうか。おー、来ました。昨日フィールドゴール1分の0の小川、エドワーズのカットイン、加藤拓磨、右のコーナー、西村打ってきます。最初のスリーどうか。来た、これが西村文雄の真骨頂、ファーストアテンプトの。高橋克実打ちませんでした。遠藤が気になったか。アタックに切り替えてミドルショット、力強かったですね。このジャンパーいいですよ。取らせんでした。ビッグローと竹内、竹内ビッグロー強い。昨日西村選手とのマッチアップもね、あっとちょっと無理なパスがありました。ただ早く行くムーニー、14秒ふわっと浮かせてビッグローとアリウープをしようとしました。ファールあってエンドワンになりました。イカルガのファールがコールされています。ビッグローアタック、個人技で今度4アシスト、低いボールを放り込んできてもう1回戻す、飛ばしスリーどうか。あー、初めての得点来ました。ドリブルワークですごいペイントかき乱したシーンありましたよね。はい、エドワーズ警戒。さあ今度は富樫と高島、原ノーマークになった。おー、来ました。いや、雰囲気作りましたね。ホトゥ襲いかかりますが裏かわしてピックロー開いた。富樫どこまで行くか、エルボーからフェイク、ビッグローのスリーどうか、来ました。3秒ですが飛ばし来た。ジェレット大丈夫か、ちょっとジェレット痛んでいますが、佐藤のアタックなんで、この後ホトゥ、それから渡辺博則も入りますが、飛ばしは来た。プロ早い攻撃ですがダブルチーム行く、富樫、富樫打ってくる、やり返しか、来たー。43秒、あ、小川空いた、もう決めてきた、やり返しました、今日初得点、小川里。おー、ムーニー、ジェレット、原、それから佐藤、大きなラインナップになっています。ムーニーに対してジェレット、ムーニー、ムーニーアタック、ただこれがまだ収まりきらず、エドワーズ、エドワーズショートコーナー、原です。ただ昨日から共通してここからなかなか追い越せなかったのが宇都宮。わー、決めてきた。ここで決めてくる富樫です。宇都宮も今 3NG というディフェンスをしています。ビッグローに対してホテル手をかける、ラインは割っていないが、コビンコーナー5秒、ビッグロー打ってくる、自分で解決、ビッグショットです。22得点、エドワーズのピック右に動く、ホトゥショーディフェンスから打ってきた。うわー、決めてきた。富樫これで3が6本目、18得点、全部3による得点です。1回目の20得点超えとなります。今シーズンの比江島、富樫はもう一発、また来た、また来た、残るんですが、これはスリーポイントが必要になってきますが、原動いてのスリーどうか、ずれた。しかしビッグロー、うわー、ブレックスタイムアウトです。宇都宮タイムアウトです。セカンドチャンスのビッグローのスリーですが、比江島とビッグロー、日本代表比江島が、比江島がディフェンスさばいた。ブザービーターだ、ブザービーターウィナー。時計は見ないですね、時計は見ない。今日26得点、富樫からも手荒い祝福。皆さんご視聴ありがとうございます。
いいなと思って思わなくてもチャンネル登録お願いします。